渡辺公造は、日本の政治家。元の生命は、渡辺常三である。肖像くらい、区民党局実大受賞である。衆議院議員、衆議院副議長、厚生大臣、自治大臣、国家公安委員会委員長、通商産業大臣、自由民主党国会対策委員長、新進党政務会長兼国会運営委員長、同総務会長、無所属の会代表、 民主党国会対策委員長、同祭公顧問、福丹大学経済管理学院名誉教授など歴任。自由民主党所属人は竹下花菜奉行の一人だった。福島県南合津郡田島町出身。祖父は明治政府ができて最初の国会議員であったという。父、渡辺又左衛門は福島県議会議員や福島県田島町長を務めた。 父の死後、また在門を襲名した長兄は、福島県田島町長を2期務めている。早稲田大学在学中は郵弁会に所属。同期会員に藤波高雄がいた。また、同じ学部の2年先輩に、政治評論家の三宅久幸がいた。また、野球部に在籍していた、福島和夫、広岡達郎を故郷に招き、二人に、自らの母校である。 福島県立合津高等学校野球部のコーチを依頼した。その縁で広岡とは現在でも親交が深い。自由党の石橋丹山の施設秘書となったが、20歳になって、初めての選挙である第25回衆議院議員総選挙では、右派社会党書記長であった浅沼稲次郎に投票したという。渡辺は石橋も浅沼も、 早稲田の先輩だったから何の違和感もなかったと語っている。内閣官房副長官などを務めた、八田貞義の秘書を経て、1959年4月の福島県議会議員選挙に立候補し、初当選。県議選に初めて立候補の際には、選挙で名前を書きやすいようにと、出生時の名であった、常蔵から構造に改名し、後に戸籍名も、 構造とした。福島県議会議員時代には自由民主党、福島県支部連合会政務調査会長も務めるが、2期目、途中、発田の選挙活動に絡む、公職選挙法違反のため有罪判決を受け、県議会議員を辞職。1969年、第32回衆議院議員総選挙に、県議ならばカムバックできる。 衆議院は無理という講演者の説得を振り切って、旧福島2区から無所属で立候補。明治100年を記念した特別御社で公民検定士が解けた直後だった。合図のケネディを自称して初当選した。選挙期間中自由民主党から公認を得られなかったが、当選した後追加公認された。渡辺によると、当時の党幹事長。 田中角栄が中継のテレビカメラの前で渡辺を名指しして不明を恥じたという。69年の総選挙で初当選した議員は多くが田中の所属する佐藤栄作派に所属したが、渡辺は俺は合図出身だから長州の家来にはなれませんと宣伝してしばらく無派閥を貫いた後、田中派が結成されるとすぐにこれに参加した。 商工族として、キャリアを積む。国会内では、衆議院商工委員長、政務では、通産政務次官、厚生大臣、自治大臣、国家公安委員会委員長、通商産業大臣、党務では、自民党国会対策委員長を歴任した。形成会では、竹下花菜部業の一人に名を連ねる。厚生大臣在任当時の国会答弁で、 少子高齢化社会というキーワードを使い、年金法や医療保険法改正に取り組んだ。渡辺自身は、少子高齢化という言葉を最初に使った、政治家は私だろうと語っている。また、いわゆる、トルコフロ問題が持ち上がったのは、彼の交渉在任中であった。1993年に、自民党を離党後、新政党を経て、新進党の決闘に参加。 新新党では、幹事長代理、政務会長兼国会運営委員長、総務会長、副党首を歴任し、1996年に衆議院副議長に就任。2000年に再任された。副議長在任日数2498日は、衆議院創設以来最長記録。当初、副議長就任には前向きではなかったが、 早稲田大学郵便会の後輩の小渕恵造が衆議院議長に就任するのでと説得され、副議長就任を引き受けた。しかし、小渕は1963年衆院選、当選同期である橋本龍太郎首相の説得により、上がりポストの衆院議長就任を誇示し、結局、伊藤総一郎が衆議院議長に就任した。副議長就任時の慣例として、 党席をり脱中に出身政党の新新党が回答し、自由党、新党友愛、新党平和、黎明クラブ、改革クラブ、国民の声の6党に分裂したが、渡辺はそのいずれにも席を置かず、無所属の会に参加した。2000年、衆議院副議長に再任。野党側から選出されるのが、官令の衆院副議長人事において、野党側が、 石井はじめをしたのに対し、与党側が唐突に渡辺の擁立を表明した。渡辺の副議長続投は、当時の最大与党、自民党、特に幹事長の野中博文の強い意向であった。これは大の公明党嫌いで、知られる石井が自治公連立政権を強く批判していたためである。野中の主導による渡辺擁立に対して、 野党4党は一斉に反発し、野中幹事長の支援によって、暴挙が行われようとしていることを感化できない。私たちは、大人の政党として、責任を果たしたい、国会は、与野党あっての国会。与党のため、自民党のため、ましてや野中幹事長のために存在するのではない、などとして、野党4党は石井に揃って投票するとともに、 賛成で望むはずだった議長選挙では白紙で投票し抗議の意思を示した。しかし結果は渡辺287票、石井189票で渡辺が当選し副議長に再任された。2005年9月の第44回衆議院議員総選挙前に民主党に入党し、同党公認で福島4区から立候補。渡辺は 小選挙区制導入前から、合図地方で強固な地盤を築いていたが、この選挙では、自民党の渡辺敦氏に約7000秒差まで迫られる、猛追を受けた。また渡辺構造人への選挙違反が摘発され、運動員が逮捕された。国会対策委員長2006年2月、ホリエメール問題で、前原政治民主党代表の側近である。 野田義彦国会対策委員長が辞任すると、鳩山幸男幹事長の要請を受けて、公認の国対委員長に就任した。菅直人や山岡健治ら国対に精通したベテランが、相次いで就任を誇示したための苦肉の策であった。衆院副議長を経験した、党内最長老の国対委員長就任は、異例のことであり、与党、自民党からも驚きの声が聞かれた。 渡辺の国対委員長就任について、当時の小泉内閣の一員である、麻生太郎外務大臣は、平均年齢の若い前原執行部を引き合いに出して、貫禄が違うと渡辺を持ち上げた。就任直後から生放送のテレビ、ラジオ番組に、相次いで出演し、9月に行われる、民主党代表選の前倒しや、長田久康議員へ、辞職要求などを発言。 鳩山幹事長はその日消しに追われた。ホリーエメール問題に関して、2006年3月15日放送の TBS 系ミノモンタの朝ズバ。で涙を流して謝罪した。国対委員長辞任後2006年9月に国対委員長を辞任し、民主党最高顧問に就任した。2ヶ月後の11月12日に都会票された福島県知事選挙において、 渡辺の秘書を長く務め、当時参議院議員だった渡辺の老いである佐藤雄平を擁立。佐藤は当選を果たした。前任の佐藤栄作も渡辺の名誉的存在の一人であった。第21回参議院議員通常選挙について、党代表の小沢一郎が野党で過半数議席獲得ができない場合、政界を引退すると表明したのに続き、野党が 自民、公明を上回る議席を取れなかったら、小沢代表だけでなく私も辞めると決意を示し、その結果民主党は対象するに至った。2007年10月4日、自身の政治団体に関わる不祥事のために、党最高顧問などの役職を辞任するが、2008年1月8日、民主党最高顧問に復帰。無役であった期間は、約3ヶ月にとどまった。 復帰が認められた理由について、党幹部の一人は、年が改まったのでとコメントした。その後の2009年10月26日、民主党の両院議員総会で最高顧問に再任されなかった。鳩山幸男首相辞任後、菅直人新執行部で再度、最高顧問に就任した。政界引退2012年11月15日、恒例を理由として、 直衆院選には出馬しない意向を正式に表明。後継は指名せず。翌日衆議院が解散され、失職、政界を引退した。引退後は、民進党を経て、国民民主党の福島県連最高顧問を務めた。死去2020年8月23日2時8分、老衰により、福島県藍津若松市内の病院で死去。88歳没。 死没日をもって肖像くらいに除され、銀杯一組が授けられる。小沢一郎との関係更新の指導。ありがとうございます。